熊熊野野君公明党の熊野誠史です今回のロシアのウクライナへの侵略は、力による一方的な現状変更であり、断じて許されるものではありません。ロシアの暴挙に対して、国際社会が協調をして制裁を科すことは重要です。特にからの排除は 制裁の効果を飛躍的に高めると言われております一方水道からの排除は世界経済のリスクとなる懸念もあります先日もロシアに展開する企業の方からその影響を心配しておられましたそこで今回の水道排除による世界経済日本企業への影響をどのように唱えているのか総理にお伺いしたいと思います岸田内閣総理大臣 政府としましては、まあ、国際社会への影響を見極めつつ、ロシアに対して最大のコストを課すといった観点から、引き続き、まあ、G7 をはじめとする国際社会と緊密に連携しつつ、対応していく必要があると考えています。その際に、今回の措置によって国民生活や日本経済に関するさまざまな分野への影響が出ること、これは十分想定されます。 政府としてもその動向を注視し、対応すべきものにはしっかり対応していかなければならない、このように認識をしております。その影響については、多岐にわたることが想定されるので、確定的に申し上げることは困難ですが、例えばエネルギー価格については、従来から高騰のリスクが指摘をされてきました、そしてこのエネルギー価格の高騰に対して、 この激変緩和措置、そして業界、業種ごとの支援、そして地域の事情に応じた自治体への、自治体の支援への政府の支援。 まあこうした重層的な対策を講じてきたわけですが、その中にあって、まずはその激変緩和措置の部分、これ、大幅に拡充強化をしていきたいと思います。これ、今週中に詳細を明らかにいたします。このように、さまざまなこの分野にまたがることが想定される影響につきまして、政府としても丁寧に把握をし、国民生活、そして日本経済を、 しっかり守っていきたいと考えます熊野誠史君ありがとうございます日本はウクライナから穀物を輸入をしていないものの国際相場の高騰により国内の食料品価格が値上がりするのではとの不安の声も聞かれます今後の食料供給の国際情勢も踏まえ我が国の食料の 安全保障に真剣に取り組む必要があると考えますが、総理のご所見をお願いいたします岸田内閣総理大臣えっと。食料についてのご質問ですが、まず委員が今、ご指摘になられたように、このロシアやウクライナは、あの小麦やトウモロコシの主要輸出国ですが、我が国は両国からの輸入はほとんどありませんので、 食料供給への,この今回の事態による直接,な直接的な影響、これは現時点では確認されていないということであります。しかし一方で、昨年来、小麦やトウモロコシの,この国際相場は高い水準で推移をしていたわけですから、そして最近ではこの不安定な動きも見せている、こういった状況ですので、その他の 農林水産物の需要動向も含めて、今後の動向、注視する必要があると認識をしています。その上で、食料を将来にわたって安定的に確保していくために、輸入が為替ですとか、穀物の国際価格の動向等様々、さまざまな要因の影響を受けることが考えられる。ここうしたことを踏まえれば 国内で生産できるものはできる限り国内で生産していく、こうしたこの考え方は重要であると思っています。このため、デジタル技術の実装による生産性の向上や、輸出促進など、農林水産業の成長のための投資と改革、これをさらに進め、農業の担い手を確保しつつ、国際競争や災害に負けない足腰の強い、 農林水産業を構築していきたいと考えます熊野誠史君よろしくお願いいたします現在ウクライナから数多くの人々が周辺のポーランドなどに避難を余儀なくされております日本として1億ドルの支援を表明しましたが困難を極めるウクライナのため周辺国とも連携を密にしながら今後も 避難,民市民避難民の支援を含めた人道支援、取り組むべきと考えますが、外務大臣のご所見をお願いいたします。林芳外務大臣 ウクライナから周辺国に避難をしていらっしゃる人々へのです、ね、支援が重要なことは、先生、ご指摘のとおりでございまして、今お触れいただきました、この1億ドルの緊急人道支援の対象にはです、ね、そういう皆様も当然含まれることになるわけでございます。現地で活動する国際機関からの支援要請も踏まえながら、また周辺国や G7 各国とも緊密に連携いたしまして、 困難に直面するこの直面するウクライナの人々のニーズに寄り添う支援を可能な限り速やかに実施して実施していきたいと考えております。熊野正志君、ありがとうございます。近年世界的に異常気象が頻発し、気候変動への対応が重要な課題となる中、食料農林水産業についても環境や SDGs への対応が求められるようになっております。でまた、我が国は農業生産に不可欠な林の9割を中国から輸入するなど、国内農業を支える農業や、農薬や化学肥料原料を海外に依存しています。さらに、食料や木材等の輸入への影響も懸念されています。食料自給率の低い我が国にとって、 食料安全保障に直結すするる大きなリスクと捉える必要がありますこのため、我が国の農業を持続可能な形に転換をし、高温多湿なアジアモンスーン地域の気候風土に合ったルールメイキングを行っていくべきであり、農林水産政務官のときに、私も策定に関わったのが、緑の食料システム戦略です。食料生産力を高めながら 環境負荷を軽減していく新たな政策方針であります一方、総理が進める新しい資本主義は、気候変動などの社会課題を解決しながら、成長と分配の好循環を生み出す持続可能な経済を目指すものと理解をしております。こう考えますと、緑の食料システム戦略は、新しい資本主義に合致するものであり、 まあ政府として、まあ、しっかりと推進すべきと思いますが、えー、総理の見解を求めたいと思います岸田内閣総理大臣。えー、まずあの、えー、熊野委員におかれましては、農林水産大臣政務官時代、緑の食料システム戦略検討チーム長として、まあ、戦略の取りまとめに尽力されたとまあ承知をしております。えー、そして 緑の食料システム戦略は、デジタル、気候変動、そして経済安全保障などの諸課題を成長のエンジンへ転換し、社会課題を解決しつつ、持続可能な経済成長を目指す新しい資本主義に合致したものであると。 我々も思っておりますこのため、新しい資本主義を起動させるための経済対策に、緑の食料システム戦略の推進を盛り込んでおりますし、戦略の実行に着手をしているところです。その上で、今国会に緑の食料システム法案などを提出しており、新たなこの制度の下で、 イノベーションを後押ししデジタル技術の活用や海外依存度の高い化学肥料の利用の低減など緑の食糧システム戦略をさらに協力に実施をし持続可能な農林水産業を構築していきたいと考えます熊野誠史君総理ありがとうございます力強いご答弁賜りまして改めて感謝申し上げます次にコロナ対策 保健所のハーシスについて伺いたいと思います先日ある保健所の職員からまハーシスについてま画面の文字が小さいタイトルと入力画面が同じフォントで見づらいといった声を聞いたところですまた発生届が手書きのファックスの医療機関がありま解読するのに時間がかかるといった悩みも伺いましたハーシスについてはまシステムそのものそして運用面と まあ改善すべき点がまだまだあると思います。まあ政府の取り組みはどうなっているでしょうか。厚生労働省佐原康之健康局長。答えいたします。 厚生労働省としては、ハーシスの活用により、感染状況の迅速な把握や、療養者への確実な健康観察を進めるために、自治体からの要望をお伺いながら、蓄次改善に取り組んできたところでございます。医療機関の皆様が、ハーシスに直接入力していただきやすいような環境を整えることで、情報の迅速な把握、収集が可能となり、またあの手書きの発生届を保健所で入力すると、 こういう事務がなくなりますので、保健所業務の効率化にもつながります。従いまして、医療機関に対してハーシスの活用を促しつつ、合わせて今ご指摘のありましたハーシスのシステム面も含めまして、どのような対応ができるか、さらなる改善に向けてしっかりと検討してまいりたいと考えております。熊野政司君、またですね、別のある中核市の保健所では従来の 保健所の職員以外にも市役所から多くの職員が動員をされておりましたそれでも職員の負担はもう限界に来ているという切実な声を伺いました厚生労働省は自治体の裁量で保健所の業務を軽減できるとしておりますけれども自治体任せにするのではなくもっと国が主導をして負担軽減の方針を示してほしいまた 好事例の紹介,紹介はありがたいが、できれば、好事例のシステムなど、国が一括して各自治体に提供してほしい、そういった声も頂戴をしました。もう限界に来ている今の保健所の業務について、今すぐに負担を軽減する、減らす方策をどう考えているのか、そしてまた、政府は保健所の人員増加の支援に取り組んでおられますが、 人員の増加だけではまかないきれないのも事実であります保健所業務のデジタル化をもっと推進すべきと考えますがご所見をお願いいたします厚生労働省佐原康幸健康局長お答えいたします あの保健所の業務に関しましては、あの昨年、自治体による保健医療提供体制確保計画の策定に際しまして、全庁体制による体制や、医療機関への健康観察などの委託など、まず保健所にのみに頼らない体制で業務を行うことについてお示しをしてきたところでございます。さらに、オミクロン株の流行も踏まえまして、保健所の業務の効率化や、 あ、重点化について事務連絡などをお示ししてきたところでありまして、先般2月9日にも発生届の入力項目の重点化などについて、事務連絡を発出したところでございます。あの、また、あのご指摘の保健所業務のデジタル化につきましても、保健所の業務負担。 軽減ににとととってて重要でであるるいいいう,ふうに認識しているところでございますあの現在、取り組まれておりますハーシスによる感染者情報の管理、あるいはあのマイ・ハーシスといいますあの自宅療養者のフォローアップのシステム、こういったものの活用に加えまして、保健所業務のさらなるデジタル化の検討、をこれはしっかり進めていきたいと考えております熊野誠司君。 次に国産の飲み薬について塩野犠製薬が2月25日に申請をいたしました改めて迅速な審査を要請させていただきたいと存じますその上で国民の皆様からはこれだけ医療が進歩している日本でなぜ国産のワクチン治療薬の開発に遅れを取っているのかとそういった声を寄せられております我が党の山口代表は本会議で我が国の コロナ対策は海外に依存せざるを得ない状況にあると指摘をし、対策の強化を求めました。中長期的な視点に立った基盤強化をどのように実施していくお考えなのか、総理のご見解を伺いたいと思います。岸田内閣総理大臣。治療薬、さらにはワクチン。 こうしたものを国内で開発・生産できる体制を確立しておくこと、これは極めて重要なことです。これは医療に関わる経済安全保障にもつながるものであると考えます。新型コロナのワクチンや治療薬の開発が遅れることとなってしまった一員として、ワクチンや治療薬の収益や、 投資回収が見込みづらいことここれれが指摘をされていますこのため、ワクチンについては、新たな創薬手法による産学間の実用化研究を集中的に支援するとともに、世界トップレベルの研究開発拠点の形成、デュアルユースのワクチン製造拠点の整備などに取り組み、ワクチンの開発・まあ、生産体制の強化を進めることとしています。また 国産の新型コロナ治療薬については研究開発への支援のほか治験費用への補助など実用化を加速するための支援も実施しているところであり、えー、しっかりと後押しをしていきたいと考えます熊野誠史君ありがとうございますよろしくお願いいたします感染症対策に関連をして薬剤耐性菌について質問いたします 薬剤耐性菌は国際的にも非常に大きな課題であり、2016年には我が国として初めてアクションプランが決定をされましたが、その中で治療薬の研究・開発は停滞していると指摘されています。アメリカでは新薬を開発した企業が破産をしてしまうという事案もあり、これでは新薬創出のモチベーションが失われてしまいます。日本では 薬剤耐性菌により、少なくとも年間8000人もの方がお亡くなりになっているとも言われております。薬剤耐性菌に対する治療薬について、国として支援を行うべきと思いますが、いかがでしょうか、えー、佐藤秀道厚生労働副大臣。薬剤耐性菌にも効果のある 新規に開発される抗微生物剤については、さらなる薬剤体制を生じさせないことを目的として、適正使用上の規制がかかるため、製薬企業にとっては、創薬に対する経済的な利点が乏しい状況にあります。今後の感染症危機に備えた治療薬との研究におきまして、令和3年度の補正予算におきまして、約30億円を計上しており、 薬剤耐性菌の治療薬も感染症危機管理において重要な医薬品であることからしっかりと研究開発支援を支援してまいりたいと思います熊野誠史君ありがとうございますこの薬剤耐性菌についてもまあ、継続的な国の支援をよろしくお願いしたいと思います、えー、コロナ禍でまあ、日本初の医薬品ワクチンが出ておらず 先ほど総理からもお話ありましたが、投資環境に課題があるのは明らかです。昨年6月に閣議決定をされた成長戦略実行計画には、医薬品産業の司令塔を作ると記載をされております。パネルにあるように、医薬品の評価が適切にされるエコシステムが構築されなければ、投資、創薬、供給のサイクルがうまく回っていきません。 これまでも医薬品産業の成長戦略は議論されてきましたがなかなか成果が上がっておらず司令塔の確立は重要と考えます今後どういったスケジュールで司令塔を確立しようとされるのか総理の強いリーダーシップのもと議論を前に進めていただきたいと思いますがいかがでしょうか岸田内閣総理大臣 医薬品産業政策には、研究開発支援を含めた産業振興や経済安全保障など、さまざまな側面があり、政府全体で総合的な対策を実施していくため、司令塔機能の確立、これが必要であると認識をいたします。このため、まずは来年度、厚生労働省において、医薬品等の開発の企業支援、 サプライチェーンの強靭化などを行うための組織体制、これを強化したいと考えます。その上で、その後の状況も踏まえて、政府全体としての司令塔機能の在り方について、引き続き議論を行ってまいりたいと考えます熊野誠志君え、ぜひともあの今、厚労省の方にそういったあ協議がつくるということですので、ぜひ議論を前に進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 次に、ん検診の受診率についてお尋ねをいたします。現状では、いわゆる職場、職域でのがん検診の受診率は把握できておりません。2016年に厚生労働省が職域のがん検診の受診率を憲法組合に対して調査したデータを公表をしてございます。今パニールにお示ししているのが その時の調査結果にありますこの2016年のデータっていうのは、非常に重要だというふうに思っております。今後ですねあの、きちっと評価をする上でも、この職域がん検診の受診率を毎年把握をして、そして公表すべきだと考えますけれども、いかがでしょうか佐藤秀道厚生労働副大臣。 がん検診の受診率の向上は、がん対策における主要な目標の一つであり、職域におけるがん検診を含む、がん検診全体の受診率については、国民生活基盤あ基礎調査等を活用し、定期的かつ適切な把握に取り組んでいます。一方、職域におけるがん検診は、保健者や事業主が福利厚生の一環として、任意に実施しているものでありますが、憲法組合につきましては、 平成17年以降、毎年度、事業状況全般に関する調査の中で、主ながん検診の受診率も調査を実施しております。まあ、この調査については、憲法組合に関する施策等の検討に活用するために、まあ、実施しているところではありますが、まあ、そういった情報について、必ずしもがん対策の観点で、まあ、十分に活用できていたとは言えません。まあ、ただいま熊野委員から貴重な かつ重要なご指摘をいただきましたので、今後は関係部局が十分に連携し、職域におけるがん検診の受診率について、既存の調査を含めて適切に把握し、それらを活用したがん対策の推進に取り組んでまいります熊野誠志君、ありがとうございます。あの 連携を密にしていただいて、まあ、せっかく貴重なデータがあるわけですので、それをうまく活用していただくように、よろしくお願いを申し上げます。次に、がん対策の一環で、放射線治療について伺います。放射線治療は、体への負担が少ないがん治療法でありまして、高齢化が進む中で、そのニーズは高まっております。今回の診療療報酬改定においても量子線治療で 保険適用が拡大ををされ感謝を申し上げます今後は粒子線治療をはじめ、放射線治療をさらに普及すべきと考えますけれども、最新の放射線治療機器は揃っているにもかかわらず、人材がいないため、稼働できない病院も実は少なくありません。放射線治療の人材として、パネルでお示ししております、医学物理士という資格があります。 放射線治療の制度管理など、重要な業務を担っていただいておりますが、医学物理士の皆さんが必ずしも十分に活躍されているとは言えない状況でございます。この医学物理士の方々をはじめ、放射線治療の人材が活躍できるような環境整備をぜひしていただきたいと考えますが、いかがでしょうか厚生労働省、佐原康行健康局長。 お答えいたしますあの放射線療法を充実させるためには、ご指摘の医学物理士なども含めました専門人材の活躍の場を確保することは重要であり、例えば、がん診療連携拠点病院などには、放射線機器の制度管理などに携わる常勤の技術者の配置を求めまして、また当該技術者は、 医学物理学に関する専門知識を有するものであることが望ましいというふうにしております。現在、このがん診療連携拠点病院などの要件につきまして、見直しを行うため、 厚生労働省の分割検討会において、さまざまな立場の方々に参画していただきまして、議論を行っているところであります。あの医学物理士等を含めまして、どのような人材の配置が求められるかについて、長期的に質の高い放射線療法を提供するという観点からもしっかりと検討してまいりたいと考えております熊野誠司君。 ありがとうございますできれば将来的には診療報酬等へも反映をぜひしていただけたらというふうに思います。次の質問は、オンライン診療について、オンライン診療は対面診療とうまく組み合わせながら、もっと活用すべきというふうに考えてございます。例えば、糖尿病のインシュリンポンプに関して、在宅・自己注射指導管理料というのが算定できますが、これまでは、 対面だと1230点これがオンラインだと100点と診療報酬に大きな差がありました患者さんの利便性さらには医師の働き方改革の観点からもオンライン診療の診療報酬を引き上げるべきとの声を専門家の先生から伺ってございました今回の改定ではどのようになったでしょうか 厚生労働省浜谷保健局長お答えいたします厚生労働省といたしましては、患者医師等にとって安心安全で適切なオンライン診療の普及を推進していくことが重要と考えております。この1月にオンライン診療の適切な実施に関する指針を改定いたしまして、初診からのオンライン診療を可能といたしました。これを踏まえまえして 令和4年度診療報酬改定におきまして、初診療の新設を行い、各種の点数について引き上げますとともに、対象疾患に関する要件を撤廃するなど、算定に関する要件を緩和することといたしております。また、ご指摘の,あのインスリンポンプを在宅で用いる患者さんに対する指導にかかる評価につきまして、ご指摘のような大幅な引き上げを行っております。こうした見直しを通しまして、患者医師等にとって、 在宅でも、オンライン診療が活用しやすくなるものと考えております。熊野正士君。ありがとうございます。引き続き、よろしくお願い申し上げます。時間なので終わります。ありがとうございました。以上で、熊野正士君の質疑は終了いたしました。 次に河合貴則君の質疑を行います河合貴則君